EMTG ミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。グッバイホリデーボーカルの児玉和真です。ベースの福山です。はい、はい、僕たちグッバイホリデー3月22日に、4枚目のシングル「サイエンスティックラブ」をリリースします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回2曲入り、はい、サイエンスティックラブ大岡天聖の2曲入りなんですが、どんなシングルになりましたか？はい、サイエンスティックラブは僕の本当に教室の隅っこで一人悶々と考えてたことをぶちまけたというか、まあ、ストーカーの曲でしょ？いや実際にはしてないけど、まあ、ハートストーカーというか、その心の中で勝手に追いかけてたんで、もっと分かりやすく言うなら、俺と多部未華子ちゃんが付き合う確率とはっていうあ、マサルと多部未華子ちゃんが、多部未華子ちゃんが付き合う可能性について書いた曲。そう、幸せになれる可能性は果たしてあるのかっていう、まあ、例えばの話で、その可能性はあるのかっていう愛をちょっと科学してみましたっていう曲ね。はい、もう一曲、そう、カップリング、これが、はい、大岡天聖作曲作詞ですけども、はい、はい、これはもう春ですし、まあ、卒業シーズンで聴いていただいてもいいし、ただただ本当にまあめめしいというか、完全な失恋ソングのテイストはあるんですけど、この桜の時期に絶対見てほしい。これ書くとき、書いてた時期は、まあ、言ってしまうと冬、真冬だったので、そうだね、桜の想像ができなくて、もうネットで桜の画像をめっちゃ探してきて、メモ帳に貼り付けて、それ見ながら、春ってこんな感じだったかなと思って書いたんで、おお、なるほど。そう、なんでこれをリアルタイムでぜひ桜を見ながら聴いていただきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして現在は対バンツアーの真っ最中ということで、はい、はい、ノックノックノック、はよ上がりんさいツアーやってます、はい、広島弁、はい、早く上がってくださいという意味で、はい、こっちおいでってことでね。そう、僕たちの部屋というか、グッバイホリデーの空間においでよっていう、はい、上がりんさいみたいなテーマでやっております。はい、ファイナルがですね、4月の22日土曜日、地元広島44で、行われますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、では、恒例のね、マイ検索ワード、 EMTG さん毎度、はい、恒例の、はいはい、マイ検索ワードですが、これ毎度毎度児玉さんが ね、まあ俺はあるとしても、児玉さんが本当にあるのはあるよね。まあ、あるのいっぱいある、むしろものすごくあるんだけど、公表できるものが少ない、限りなく少ないっていうので、毎回困ってるんですけど、今回はではあるのね。そうね、土の子、検索しました。幻の生き物、土の子、はい、っていうのもですね、はい、この間ツイッターで、かなりたくさんそのツアーの情報だったりとか、シングルのそうバンドのライブの情報とか、そういうね、これ の、 そのオフィシャルでつぶやいたんですけど、ちょっと盛り上げようぜっていう、そのメンバーそれぞれもツイッターやってて、そのアカウントでもうその公式のニュースとかそういうのを、みんなで一斉にバッと盛り上げようっていうね。そうあんまりさ、そういう SNS さ弱いじゃん俺ら。弱い。そう、でちょっとやらんといけんねってなって、そうやったんですけど、で初めて言われて、初めてうちのギター大森くんが、ほんとめったにつぶやかないんですよ。あいつはもう全然ツイッターとかでそういうバンドの宣伝しない。そう、ダメなやつだよね。ダメなやつなんで。そうで、あいつがでもそう言われて、すげえ頑張ってツイートしてなんかちょっと言ったらものすごい過剰にやり急にやり始めたっていう。そうね、読んだらちゃんとやってるんですよね。ちゃんとやってる。なんか小ネタみたいなのつけて、あ、やってるじゃんの。でアイコンが久しぶりに出てきて、ああそのタイムラインに。そう。でもう土の子を発見した気分になったんですよ。モリシっていう感じね。そう。もう土の子レベルだなと思って。でその土の子モリシっていうキャラクターを作ろうと思って、土の子の画像を検索して、で僕その土の子モリシのイラスト描いて、絵が得意だからね。そうでツイートしたんですけど、っていうまあ経緯があってね、土の子を選んだんですけど、土の子モリシぜひ、ツイッター見たらそう、土の子モリシ子供の白の描いたのがあると思うんで、チェックして、でフォローしてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。っていう感じですかね。そうですね。まあ僕言うとすれば、あ、言うんですか。まあ言うとすればよ、まあ、芦田愛菜ちゃんに似てるって、これ僕何年も昔から、僕がですね、僕の顔が芦田愛菜ちゃんに似てるっていうのが、そのすごい昔から言われてることなんで、それを最近芦田愛菜ちゃんが偏差値70の中学校に受かったっていう。あ、賢いんだな、めちゃめちゃ賢い、あいつは天才だよ、マジで。なんかそれと俺が似てるって嬉しいなと思って、芦田愛菜ちゃんの写真を改めて検索したということがございました。はい、はい、以上、グッバイホリデーでした。